アーセナル今回の資金が2億ユーロってことかな岩田さんの後どの選手取りますかああ、あれじゃないですか。誰でも取ってみのな解説ですよね。だけどなー、ジョルジーニョいるしな、インサイドハーフで。だインサイドハーフとウィング高いレベルでできて、みたいなね。いやー、でも難しいなー。2億ユーロか。 ディフェンサ両サイドバックできたりとか。いやー、むずいね。ウルフォーも大事だしな。アーセンシオね。確かに。アーセンシオの性格どうなんだろう。でもさ、こっから、アーセナルってもうこっからさ、今ビッグクラブだけど、超ビッグクラブにならなきゃいけないじゃん。もうインピンシブズに戻んなきゃいけないから、それで言うとね、アーセンシオどころじゃない。本当の、本当の、なんていうか、アーセンシオはいい選手なんだけど、A クラスじゃなくて S クラス欲しくない。 だって、シティもさ、別に去年で言うとさ、ストライカー、ジェズスとスターリングで悪くはなかったけど、そこをさ、ハーランド取ってきてさ、で、控えにユリアン・アルバレスでさ、ワールドカップ出てない最高のストライカーと、出てる最高のストライカーを取ってきたわじゃん。で、言うと、アーセナルはね、だからその、ジェズス AD のところに誰も入れないとして、で、左ウィングもトロサー歩いて、ね、マルティネンディいて、そうなると、右ウィング、ングサッカーがいないときになるのか、全ポジションに2人ずつになるのか。 左インサイドハーフかな前飛び出せる選手だもんね。右ウィングと左インサイドハーフできる選手だから。ああ、だからそう考え、ディアビとかできそうだもんね、確かに。ネマル的な役割と、あそうだなまあ、ハビオ・ビエラいるんだけどね、一応。と、あとあれか、マガリアンとサリバいなくなった時に、てか、マガリアンとサリバと争えるセンターバックだね。だから右が、ホワイト・トミヤス、左が、 まあ、ティアに多分出ていっちゃうから。だら左利きのセンターバックとサイドバック高いレベルでできる人だけど、リサマルいないもんな。リサマルみたいな選手取れないもん。ああ、グバルディオル、グバルディオル取ったら一発でなくなんじゃん、2億ユーロなんて。そうだな。パウトーレスだとな。ラポルトみたいになっちゃうと思うんだよね。スピード面がちょっと。あ、そうだ、コルウィルだね。コルウィルを売ってくれんなら、コルウィル、ね、9000万ユーロまでは出すね。結構楽しい話だね、これ。 そうだな。クリ、でもクリバリだと、まあ確かにケルシーはな、ベテランの方が売ってくれるからね。そう、フレスネーター取りたいんだけど、僕はヤ安外したくない。ああ、だから、左サイドバックでカウントすんのか。で、右フレスネーター取って、で、センターバックのところを、もう一枚。プラス、まあ最悪ホールディング使うときもあるみたいな感じか。最悪をなくしたいな。コルウィル、コルウィルだな。うん、確かにコルウィルですね。 プレミア慣れもしてるしね。S クラス2人取りますね。で、あとは放出かな。うん、S クラス2人で、S クラスになれる可能性ある選手だから、そう、ドグラスクラス、ルイスだと A クラスね、S なのよ、欲しいのは。うん、だから、だからジョルジーニョがいるからね、トーマス・ジョルジーニョって、カイセドも一番は暗観ところだからね。ジョルジーニョのメンタリティは俺必要だと思うしなぁ。 左インサイドハフで S クラスで売れてる選手ってね、そうだかベリンガムみたいな選手のそこみたいなね。あ、ラビオね。確かにラビオいいね。ラビオいいね。確かに。ラビオ多分左サイドバックできるしね。今のアーセナル S クラスで言ったら、いい時のジェズス、あとはサッカーウーデゴールい、いめっちゃいい時はジャカもそうなりますね。 あと、トーマス。うん。マドリーとかバルサーで雑なサッカーやらされたとしても活躍できる選手みたいな。さればこのまま成長したのありますね。曲がり合いスカイスとエースとらいかなイメージ的にーもう本当に雑なサッカーに放り込まれてもアドリブであのマーブ・ザ・マッチ取れるみたいな選手が欲しいじゃん。だハーランドとかそうじゃん。マドリードも多分活躍するじゃん。マウントは確かに見たいね。左インサイドハーフと右ウィング両方できる選手、 左線入れば左サイバーどっちもできる選手だから。一人はこれいる、一人はベルナードシューバーいたら最高だけど、リアビが今後そうなるっていうふうに考えるのかなって。だから、オリース。そうだね。パレスのオリースとかはそういうインサイドハーフ。なんなら、インサイドハーフの方が得意かもしれないしね。右ウィングに置いた時にね、マフレズいなくてもベルナードシューバーいるし、なんならベルナードシューバーの方がいいでしょ。シティの場合。そう、そういう選手よ。あと、オリースは賢いから、そうだな、オリースかな。オリースは7000万ぐらいで、 変えるかね。オリース・コルウィルかなオリース・コルウィル、あとは売ってお金作ってって感じかね。オリース・コルウィル、マウント、デヨングはだって売りんでデヨング取れないでしょ。ブルーのがね、ユナイテッドでね、揉めてて居場所なくなったりとかしてくれたらね、ブルーのいいですけどね。そんな感じかね。この話楽しかったね。<laughs> そう、ミリンコビッチもね、だからその失敗許されないから、100億近く使うわけじゃん。 確実に活躍して、なおかつ複数ポジション、エスクラノスの選手を控えに置けないですよ。で、ジャカもサカもいいパフォーマンスしてでしょ。で、その2人の方が戦術理解度高いでしょ。だからどっちかかけたときに、どっち入れてもクオリティを落とさず、なんならスタメン争いしてくれるぐらいの選手だから。ってなると、マウンとかあの、ね、プレミアでのなおかつビッグクラブの経験あって、ロンドン住んでてみたいな、マウンとか、もしくはオリースっていう、すごくプレーのセンスがあって、キック精度がいい選手。で、あとはディアビー。うん、でもディアビーは分かんないじゃん、はるかどうか。 イングランドにであとはもうねチェルシーがなんか変ななってくれて <laughs> 出しちゃいけないのにその選手出しちゃうのみたいなパターンのコルビルって感じかな押しのオリスカレスのブリー,リーあはいはいはい、うん、えっとあれあの選手さ、はい、あもうサッカーの控えってとサッカーの控えですいやー最高のローティションで控えの器だな<れ><れ> いやただ、c ル始まってくると、うん、仮にサッカーがないと思うんですけど、長期離脱したときに、うん、じゃあ、ずっと弱いままでるじゃないですかいや、そうなんだけど、はい、あのねこれ、めっちゃ難しい問題で、はい、結局、他のチームメッシュの控えは誰も残んないというか、出したときにメッシュの代わりできないし、俺、サッカーってそう、俺、そのクラスの選手だと思ってて。いやでもねオリース取れたら またいろいろ、オリンスもなんか、なんでしょう、まあ、右ウィングやってますけど、いろいろなポジションで試しがいがありそうだって。なると、俺、オリンスは、俺、一番あってのは、右のインサイドハーフとトップ下の、あの人って、咲くほど突破力ある感じじゃないかな左のキッカーで頭いいみたいな。ちょっとね、スイークとかに近い感じああ、なるほど、なるほど。そう。ってなると、でもそこってさ、腕ゴールいて、そこにカビを見える控えてるでしょそう。だから、かなりね、そこが熾烈になりすぎるっていう。いや、でもそこぐらいじゃないと、シエルやってきねえなっていうのは体感であるんで、 もう本当なんてしょ、う、もうある種豪華な飯じゃないですけど、それぐらいでオリース取れたら、もう右サイドはしばらく安泰だなっていうと、いろんな使い方してもいいなっていう。いうニコラペペ、まず出したそうではペペを忘れんなよ。ニコラペペ、<や>ペペそれマジ言いづらいんすから、ね。<laughs> なんでペペがもういないみたいな。<laughs> いいニコラペペはどうですよ、うん。マルキーニョさんは将来投資よね。うん、マルキーニョさんは将来ぱりこの。 なんだかんだ怪我しないと言いつつも、坂の怪我が怖かったりとか。はいはいはい。あるので。アルテタはムサディアビ欲しがってますよね。あー。俺、ムサディアビの方が、坂とキャラがそこまで変わんなくて。うんうん、あ純粋のウィンガーとしてとうそうそうそう。はい、あのね、前に仕掛けるタイプだから、うんうん、結構、オリースはね、もうちょっとフィジカル強くなった、ファビオ・ビエラみたいな感じになるんだよね。うんうん、あー。坂ほど、こう前に仕掛けていく感じじゃないから、うん なんか、オリエスいい選手なのに、サカの代わりに出たときに、批判されるみたいな。うん、あーいやいや、サカと違う良さがあるんだよっていうふうにならなそうなのがちょっと不安だよね。あんま俺、ムサディアビを知らないんで、<laughs> あれなんですけど、基本的に本格的に噂出るまで見ないけど、<laughs> ただ、もうある程度って、あれじゃないですか、ウィンガー座ってるとめちゃくちゃうまい選手なんです、あもう監督だから、ある程度知能と、 あの、スペックがそのってればオリースはいろんなパターンで改造できるんじゃないかな、みたいな。うん、それこそ突破をやろうと言えばできるじゃん、みたいなパターンとか、うん、逆に IH でこんな風に覚醒したじゃん、みたいなパターンもあると思ってて、うん、そこの、なんて言うでしょう、ある程度のポテンシャルがあれば、ある程度はある程度、こう、料理してくれるみたいな。うん、そこの信頼感もあるんで。はいはいはい。